玉ブラ、ボーク、悪送球、パスボールの役満。お笑いしすぎ。いい加減にしろよ。3回終わってリードされてたらほぼ負けなんだっけ。ほぼノーヒットで1点か。一つもまともに打たれてないのに。落ち着かせるベラテンはそれでは困るぞ。打てないならせめて守ってくれよ。横矢が2分ボコボコにされたからいい気味だ。これは野球なのか。竹内もかわいそうだな。便器行ってれば地元だし今頃10勝だよ。完売で配布ありだろ。そりゃ負けるわ。一番得点できそうだと組んでる一番からの1回で即返せないようだともう厳しい。こりゃ勝てん。新人王アシストしっかり。もう住谷さんとのバッテリー解消した方が良いんじゃないですかね。この2点目地味に痛いな。ハムはこういうところで点が入るからさすがだよな。みんな金子の引退がショックなのか集中できてないぞ。北山だからまだ可能性はあるけどこれ以上はきついな。良い勝ち方の翌日に開始15分で修正するのさすがだよな俺たち。ミスでもらったチャンスをしっかり得点につなげるとこ。こんだけミスあってよく2点で抑えたよ。気力が切れてよ。5点くらい取られそうな展開だったし。昨日から栗山以外同じ打撃しとるな。ご視聴ありがとうございました。